ばんは。こんばんは。ゆうがとさん、ハートありがとうございます。このコメント、このあの定型文を昨日私が勝手に決めたんですよ。定型文なんて言うんだろう、なんか面白いやつとか意味わからんやつがちょっと楽しいかなと思ってこれにしてます。さっきショールームしてたけど見てないわ。そう、定型文なんか押さないと消えないらしいから、どうせならなんかみんなで決めようみたいな、みんなで決めようっていうか、なんか決めようってなって、ちょっとじゃあ今日変えようかな。じゃあ今日は待って、3つできるようになってる、更新。3つできるようになってる。これにしよう。はい、私は前回16年間中14年間急成長できた、15周年のうちを変えなかった。それは申し訳ない。生誕 T シャツを発売された時にそう買うね、ありがとう。生誕 T シャツはちょっと来年はなんかもっとおしゃれなのにしたいなと思ってるんです。黒のさ、黒色のにちょっとおしゃんな感じにどうかなって。ブラックサンダーかビッグマックならリクロ派。リクロって何？カプレさん700日おみスタンプ何マルブさん700日おめしたぶありがとうございます。ゆうあとさんもありがとうございます。700日おめスタンプ。冬が猫やったら温泉派、それは最高だね。スーリンダルマさん700回おめスタンプ。ソラさん、ウニティザラさん700回おめスタンプ。ユキタンさん、おんぶジャリンガさん700回おめスタンプ。700日おめスタンプ。
MT-03 バラ、ユーアト3ハートと音符ありがとうございます。1年前は雫公演、ああそうなんだ。ひよかちゃんの劇場デビューでミッサーは純情ソーダ水でした。ソーダ水へ行きたいですね。定型文コメントできてるかな、コメントじゃないできてるかな。今日は焼きうどんと不意に浮かんだから不意に浮かんだんですけど、焼きうどんとよもやよもやだとポンポンにしてます。きよしさん700日おめスタンプ、ゆきたんさん700日おめスタンプ、ゆりちゃんかいてるさん、あ、これはタワーだなぁ。タワーありがとうございます。しゅうちゃんさん700日多めスタンプありがとうございます。名前書こう。焼きうどん、焼きうどんは生ハムと焼きうどんさんっていうにっちゃんと篠野さんのグループ。あれから撮りました。ちょっと急に思い出した感じ。777だったんですか、少しありがとうございます。マラップさん700日おめスタンプありがとうございます。ペン。ポンポンやめよう、ちょっと これにしよう。ゆりちゃん開通した700日スタバありがとうございます。イエイ。マラップさん700日おめスタンプありがとうございます。川吉さん700日おめスタンプありがとうございます。ウォーターさん700日おめスタンプありがとうございます。穴があったらふざけたいです。入りたいな、入りたい。
帰りたい。700日おめありがとうございます。確か700日おめっていうスタンプもあれば、スタンプじゃないコメントもあればよかったけど、もうこの3つにしたので今日は。うん、こんにちは。23回、あと30日ぐらいで2年です。そう、定型文は今日は焼きうどんとよもやよもやだと鬼になれ京次郎の3本です。来週もまた見てくださいねって言ってますけど、こんにちは。いて、あ、ドボンやりましょう。ドボンやりましょう。何回かしかできないかな。2回?3回ぐらいしかできないか。こんにちは。しゅんごさん。700日おめスタンプ。ありがとうございます。うまかった。ちゃんと割り馬豚骨ラーメンどっち派？もう私はうまかっちゃん派ですね。しんごさんハートありがとうございます。あ、シータンのカードもらった。ハートありがとうございます。ちょっとだけやりますね。ドボン、あ、間違えた。シータのカードをもらいました。現在18時なので、18時1分8秒で、1分8秒。うまかっちゃんは一番好きなのは高菜味です。からし高菜味っていう味があって、普通のうまかっちゃんより確かなんか数円高いんですよ。でも数円なんですけど、数円高いって言ってもうまかちゃん自体が安いのであれなんですけど、そうだな、高菜味、高菜味は、なんだっけ、からし高菜味かが一番好きです。あとくるめ豚骨も好きですね。うん、甘い高菜ってあるの？あ、辛くないやつってことかな。辛くないやつはなんか漬物とかはね普通に好きなので、漬物はすまんすまん
漬物系好きなので全然食べれるんですけど、やっぱからし高菜って美味しいよね。そう、ラーメン屋さんに行くとからし高菜が置いてある、置いてあるよね。どうしよう、お姉さん最高スタンプありがとうございます。お、700日タワーありがとうございます。リックさん700回おめスタンプ、あ、ちょっと待って、ありがとうございます。濃厚新味、あー、あれも美味しいです。でも私はね、あの作るときに普通のラーメン、普通のラーメンじゃない、普通のうまかっちゃんを作るときに結構濃厚、濃厚っていうか一回なんだっけ、粉末をお皿に入れて、でそのこうグツグツした汁を、グツグツしたそのスープをこうちょっとだけついで、それでめちゃめちゃこう混ぜて、その上に麺を入れて、でその後にいい感じのなんだっけ、お湯の量にしますね。千尋さん700日おめでとう。ああ、タワーありがとうございます。ちょっと待って、あ、終わった。終わっちゃった。大勢ありがとう。こちらこそありがとうございます。そう、お湯少なめ。お湯少なめにしてます、いつも。でもその作り方する人多いと思う、結構九州の慣れた人は多いと思うんだよね。ちょっと待って、茹で時間、あー、バリ方ちょっと硬くするのもいいですよね。ちょっと待ってね、石広さん、あのお姉さん、皆さん、かわいいスタンプ花束ありがとうございます。石井さん700日おめスタンプ、リックさん700日おめスタンプありがとうございます。言ったか、甘いの、甘いのあるの、甘いのはダメだな、ダメだなって、甘いのは今日の定型文どれを押すか迷う、なんかどれを押すか迷うのいいですよね。なんか楽しくて押すのが一番、ちょっともう邪魔だなーって押すより、これどれ押そうかなーってちょっとウキウキしていただいた方が嬉しいです。マラプさん、バラありがとうございます。待って、700日、森になれ教授郎、700日タワー、ナンマルブさん、バラありがとうございます。
と。しひろさん700日タワーありがとうございます。そしていいかな、あのねさん700日タワーありがとうございます。はい、ありがとうございます。京次郎しか勝たん京次郎しか勝たん。私はしのぶちゃん推しなんですよ実は。実はしのぶちゃん推しです。お次は9分8秒でラストかな。大丈夫、まだいけるかな。しのぶちゃん推しです。のぶちゃんはね、そう、かわいいのよ。最初はかなお推しだったんですけど、だんだん好きになっていくね。かなおもかわいいけど、私はしのぶちゃんですね。9分8秒です。次ちょっとすごい人なんですよって言いますよね。こんばんは。あ、そういえば、そういえば、なんだっけ、そういえば、そういえば劇場にみんなが送ってくれたプレゼントがね、を送ってもらいました。届きました、ありがとうございます。申し訳ない、届きました。そう、パーカーとかもあったので、ちょっと夏用のはちょっと寒くて着れないけど、夏に着ようかなって思うけど、冬に着れるものは配信内で着ようかなって思ってるので、ありがとうございます。ついてる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 。劇団しのぶちゃんの声真似できる人ってすごいですよね。なんか すごいいい声。13分ラストかな。13分8秒
大変ありがとうございました。強かった。いやいや、こちらこそ。ドボンね、やってますよ。13分8秒に次押しますって。やりながら話してます。そう、鬼舞辻無惨来た。いいですね。今日定型文があれなんです。鬼になり教授なんで。クリント元大統領とミス・ユニバースのトップファンでした。おお、太郎ありがとうございます。12分8秒に押します。そう、劇場に地方メンバーが取りに行けないので送ってもらいました。そう、もうちょっとたくさんあるので送っていいですかって言われたんで、お願いしますって言いました。こんばんは。うん、I'm sorry。焼きうどん。バッテリーが やばい。ごめんなさい。うちは2個も買ってもらった。ありがとう。売り切れてたから嬉しかったです。虫の呼吸。一押しカードガチャ。やってみようかな。すごい同じのが出た。めちゃめちゃ。大江さんと一緒です。あ、お誕生日か。おめでとうございます。おめでとう。奇跡に囲まれた。ありがとうございます。皆さん、焼きそば食べたくなってきた。戯れ充電のボイスを戯れにしてます。で、充電をこうピッて取ったらお疲れ様んさーって言います。ちょっと話して終わろうかな。もう一度美佐子の誕生日。美佐子が美佐子って言われてますね。誰だっけ。うなたんから、さっきは
美咲じゃん。誰かは美咲に美佐子って呼んでた。あとは、で、私がゆうなちゃん。ゆうなちゃんから私はミサエって呼ばれてますね。ミサエ。あとは、あれだ。ひなこもか。ひなこでうなたはミサエって言ってます。さっきのお誕生日、坂上忍さん。 松本人志さんやん、感じがもう。松本忍さん、大竹しのぶさんまではギリ知ってる。ミサエって言ってます。そう、ってことで終わろうかしらって思ってます。キュー、 Thank you。ことで、ってことで、ミサイもはや、なんだ、星になってる？ミサイ。確か、ひなこがひまわりの真似をして、で、ミサイって呼ばれるようになった。そう。今年の仕事を収めました。おめでとうございます。やばい、普通に年賀状のこと忘れてたけど、まあいっか。年賀状は SNS で済ませちゃうんですよね、みんなに。友達とかメンバーとか。ってことで、そのちさん、ハードありがとうございます。ってことで、ランキング見まーす。13位、リックさん、ありがとうございます。12位、MT ゾラナさん、ありがとうございます。11位、ケンジさん、ありがとうございます。10位、ユキタンさん、ありがとうございます。9位、ナンマルブさん、ありがとうございます。ミスさんもありがとうございます。8位、シュンゴさん、ありがとうございます。7位、ジャリングさん、あとマクシンガポール、ミューディ、ありがとうございます。6位、ソラさん、ミスさんのはありがとうございます。5位、ココさん、間違えた。どこ読んでた？ 5 位、ユーワトさん、ありがとうございます。4位、ジョークスノーさん、ありがとうございます。3位、ベルちゃん会長さん、ミスさんはありがとうございます。2位、あのねさん、違う、2位、いちひろさん、ありがとうございます。1位、あのねさん、ミスが最高、ありがとうございます。スクショ、ありがた口。ってことで、さっき来たしーちゃんのお誕生日なので、まだおめでとうとか言ってない方は SNS でね、ぜひ言っていただければ嬉しいです。それでは終わります。2971人の皆さん、本当にありがとうございました。終わります。バイバーイ。ET